天木天南省は、里芋か天南省属の多年層。小型の株は、尾花序をつけ、同一のものが大型になると、メ花序、または、両性花序をつける、私有二世種で、お株からメ株に完全に、性転換する。地下に休憩があり、植物体の高さは15から30メートルになる。偽警部は、傭兵より、明らかに短く、時に地上に出ないことがある。 ハワイコマタは2個で、陽心は鳥足状に分裂し、醤腰管の端っがやや発達する。醤腰は5から7個になり、大円型から超大円型で、先端も指基部は次第にとがあり、円は全円か、しばしば不正な荒い巨子がある。葉質はやや厚く、表面は暗緑色で、中脈に沿って白斑が生じることがある。下期は4から5月。 葉と果樹が伸び、果樹は葉の展開より遅れて開く。果樹柄は傭兵と比べ著しく短く、偽形部にやや傾いてつく。仏縁法は紫褐色、または緑色で、質は厚く角質。頭部は長さ3.5から5センチメートル、基部に向かって単色となり、上側に広い円筒型で、後辺部が狭く、反曲する。 玄武は三角状の広長卵形で、長さ5から8.5センチメートル、絵頭になり、中央部は盛り上がり、3から5本のやや半透明な白い縦の筋があり、中央のものが最も幅が広い。過剰付属体は基部に柄があり、太い棒状になって白色、または単力色になり、先端は、計2.5から6ミリメートル、仏前方の筒口部よりやや高い。 一つの脂肪に4から6個の胚種がある。果実は秋に赤く熟す。染色体数は 2N イコール28。日本固有種。静岡県伊豆半島にのみに分布し、産地の林下の斜面に生育する。和名甘天,天南省は天城天南西への意。タイプ標本の最終値は、静岡県鴨茂郡東伊豆町の天城三南六で、芹沢俊介による命名。 種オ・ク倉田へは、この植物を1949年頃に発見した植物学者の倉田悟への懸命である。絶滅危惧アイエールイ2018年2月には、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内気象野生動植物種に指定された。環境大臣の許可を受けて、学術研究等の目的で採取等をしようとする場合以外は、 採取、損傷等は禁止されている。合わせて、商業的に個体の繁殖をさせることができる特定、第一種国内気象野生動植物種に指定された。よく似る種に、九州に分布し、産地の林外に生育する霧島天南省アリサエマ、佐前層マキノがある。同種は、仏園法の頭部の中部から上側で急に太くなり、後編部が開け出しない。それに対し、 本種は、仏縁方の頭部は上に向かって、次第に広がり、急に太くなることはなく、後辺部は狭く開けでする。ありがとうございます。